gp 第7戦イタリア GP を前に、ドゥカティは2025年のファクトリーチームのライダーとして、ホルヘ・マルティンを起用すると決めたようだ。すでにフランチェスコ・バニャイアとの契約を延長していたドゥカティは、ファクトリーチームの残る1隻に誰が選ばれるのか、注目を集めてきた。その候補はホルヘ・マルティンとマルク・マルケスになっていると言われてきたが、 イタリア GP の開始直前となる5月30日木曜日に、ルカティがマルティンにする決断を下したとガゼッタ・デロスポルトをはじめとした複数のメディアが報じた。マルティンのマネージャーであるアルバート・バレラは最近2025年以降に向けた交渉を活発化させていて、ルカティが決断を下したい時期と以前表明していたイタリア GP にも出席予定となっていた。 ただ、モーター p ポート .com の調べではマルティン側とドゥカティとの間では、まだ契約が結ばれたわけではないことがわかっている。いくつかの要素で合意していないためのようだが、今週末を通じて契約に至る可能性は高い。ドゥカティにとって残る課題は、今シーズンから陣営に加入してすでに高いパフォーマンスを示しているマルケスの処遇だ。 ルカティとしてもマルケスは失いたくない存在だが、最新のファクトリーマシン、そしてファクトリーチームでのレースを望んでいることを公言してきた。マルティンを昇格させれば必然的にマルケスは他の選択肢も検討することになるが、彼がプラマックで走ることを受け入れるかどうかが、ルカティにとっての懸案事項になってくるだろう。 マルケスは KTM 陣営から魅力的なオファーを受けているという可能性も高い。ただ彼が今シーズンに適用を進めているドゥカティのマシンでのレースを続ける方が、再び別のバイクへの適用を進めるよりも有益だと考えるかどうかが決断に関わってくるはずだ。なおドゥカティの決断における犠牲となるのが、現在ファクトリーチームに所属するエネア・バスティアニーニだ。 彼は来季に向けてアプリリアと接触していて、チームの母国イタリアのライダーということもあり加入の降参が高いと見られている。